Si premiéru odbyla při slavnostech výročí lomu možná v říjnu 2000. Slyšíme tě, Sergej.皆さんこんにちは。こちらはブルショビッツ機関庫というところに今来ていまして、これ撮影しているのがですね、2023年の9月9日なんですけれど、この日鉄道の日というイベントをやっていまして、それでこの機関庫が一般公開されているということです。でここですね、線形機関庫はこう2つ向かい合わせに配置されてまして、その各機関庫の前にターンテーブルがあります。でターンテーブルが2つこう隣り合って設置されているという非常に珍しいタイプの機関庫ではあるんですけれど、そのターンテーブルにですね、この機関車を一両一両乗せて、こうコメントを説明をこうしながらね、こう紹介をしているということをやっています。で今回っているこの機関車781型というふうに書いてありますけど、これセルゲイという愛称がついている機関車でして、ソビエト連邦で作ったものですね。旧ソ連の、現在のそのウクライナのね、ルハンスクというところで、にある鉄道車両の工場で作られたものなんですけど、まあ現時点ではロシアに占領されちゃっててですね、ウクライナの東のもうロシアの国境に近いところなんですけれど、そこでソビエト連邦時代、1960年代、そして70年代まで作ってたのかな、その頃に生産された機関車です。でチェコではですね、実はこれ今動くのはこれ1両だけ でこれもですね復元したものなんですね。でご覧の通り、こう線形機関庫の真ん中にですね、機関車がずらりとこう並んでいます。普段こんな状態になってないはずなんですけど、今日はこの鉄道の日のイベントということでね、各地からこう機関車を集めてここにこう入れて保管してあるという感じになっています。それではこの動画ではですね、この線形機関庫の中とターンテーブルショー、この機関車の紹介の様子をご紹介していきます。でこの中に今入ってきましたけど、362型硬直両用の機関車、そしてこちらが380型という、チェコのシュコダという鉄道車両メーカーで作った、新型の機関車ですね。でその隣にこう入れ替え用の機関車があって、その奥にはディーゼル機関車754、753、そして750型と、なんかマイナーチェンジがあるんでちょっとこの番号が違ってますけど、基本的には同じタイプの機関車ですね。でその一番奥の番線にさっきのセルゲイが入っています。でこの機関車ですね、この750、このタイプのあとブレイロベツと呼ばれていて、このブレイレっていうのはこのメガネのことですよ、ここでね。でその水中メガネのようなこう運転席のガラスになってんで、ブレイロベツという愛称がついてますけれど、その今その運転席に上がってきたところです。こう車内にも自由にこう見ることができるということになってますね。でこの運転席はこの機関車はね、1970年代にチェコのチェーカーデーというメーカーで作られたものなんですけどね、運転席は多分改造、近代的に改造されているものかと思いますね。でこちらがその機関室なんですけれど、これなんか壁がこれ薄くて、多分夏とかはこれえらい大変なんじゃないかなって気がしますけどね。これでエンジン、こんなでかいエンジンで熱も相当出るんじゃないかなという気がしますけどね。でこの機関車はですね、これがディーゼルエンジン、メインのエンジンなんですけれど、まあ、フィルターが2つついてますけど、でこれ電気式の機関車でして、ここで発電した電気を使ってですね、直流モーターを回転させて走るという、そういう方式になって、昔の日本の DF50 とかね、ああいうタイプと同様の構造ですね。まあ、日本ではね、電気式って、まあ、今最新型なんで DF200 とかって確か電気式だと思いますけどね、まあ、それと同じタイプということですね。で反対側の運転席に出てきました。ここが実はこの一番このターンテーブルが見渡しやすいところかなという気がするんですけど、今ターンテーブルに乗っているのは810型というこのレールバスですね。チェコスロバキアのストゥデンカというところにある工場で作られたレールバスでして、チェコスロバキア、そしてハンガリーでも広く使われている車両ということになります。で車内の設備はこれ非常に良くないんですけど、車両そのもの走行、走りのこの装置、足回りですね、非常によくできてまして、まあ、なかなかこう故障しないですね。ただね、結構ローカル線の保安装置のない踏切が多いローカル線などでこうよく使われていますので、時々車とぶつかってなんか脱線しているような写真が時々こうニュースに出たりしますけどね、まあ、車両そのものの故障って非常に少ない、優れた車両ということが言えると思います。で再びさっきのセルゲイがですね、こう車庫から出てきてターンテーブルに乗ろうとしているところですね。でこの機関車ですね、さっきも申しました通り、チェコではもうすでに現役としては全て全廃、退いていまして、しばらくの間これ走るもの、稼働状態にあるもの1両もなかったらしいんですよね。でそれをこの1両持ってきて、改修工事をしてですね、こう復元したというのがこの今、このターンテーブルに乗ろうとしているこの機関車ということになるそうです。でただチェコでは、まあ、現役退いてますけど、ハンガリーとかウクライナではですね、まだ現役で走っています。でハンガリーでも何回か見かけたことがありまして、ウクライナでもね、何年だったかな、2019年の年末に私ウクライナに行ってですね、で YouTube 始めた直後だったんですけれど、
でその時に撮影した動画でこの機関車がですね、あの寝台列車引いて走ってる、動画がありますので、それあの画面の右上のですね白い丸からリンクを立てるようにしておきますので、もしよろしかったらどうぞご覧ください。ただね、 YouTube 始めたばっかりの頃であの設備もあんまりいいもの持ってなかったんでね、画像はそんなに、今回のこの今の画像ほどは良くないんですけれど、まああのこの同じタイプの機関車がですね現役でこうバリバリ活躍している様子をご覧になることができるというそういう動画が上がっております。でこの機関車ね、作られたのはさっき申しました通り旧ソビエト連邦のですねルハンスクというところですね、今の現在のウクライナです。そこで1960年代から70年代にかけて作られたもので、出力がですね1470キロワットということですね。そういう機関車になります。でこの 車輪のこの配置が、三軸ですね、 CC 配置になってますよね。でこれ外観的にはなんかあの中国の東風4型とかいうやつになんか似てるような気がしないでもないんですけど、それなんか共通性があるのか、まあソ連の時代なんで、ね、もしかしたらなんかそういう設計上のこう共通点があったりするのかもわかりませんけどね。まああのちょっと調べればわかるんだろうけど、すみません、調べてないんでよくわかりませんが、まあ見た感じ外観上はちょっとこう似てるかなという感じがしますね。ね、今現在走っているのは私が確認した限りではさハンガリーとウクライナなんですけれど、ルーマニアではですね、ルーマニアでは見たことないですね。まあ、あのもしかしたら走っているかは分かりませんけど、ルーマニアの主力の機関車って結構あの自国で作っているものが多くて、でそのディーゼル機関車についてもですね、あの他の国では見られない独特のディーゼル機関車が活躍しています。あ、今これあのまたあの線路がこうあの開通してこちらに、元来たこのさっきのね、このあの線形機関庫の中にこう戻っていくところですね。これ多分ね、今これ走るように状態に戻したんで、そのうち多分イベント列車を引いてあの本線走ったりするんじゃないかなという気がするんですけどね。まあそうなったらまたあの撮影でもしに行くか、あるいはこう乗りに行ってもいいですけどね。まあこれ乗っちゃうと、ただね、機関車って見えないですから基本的にね。まあそれはまああのつまんないといえばつまんないですけど、まあでもあのこうあの行き先で降りた駅でこう撮影したりできますからね。まあそれはそれで面白いかなという気がします。あ、今この入ってくるこれはあの旅客列車フルビーネクと呼ばれるこの暗証のついている車両で、チェ・エス・デーというチェスコスロベンスケドラーヒ、チェコスロバキア鉄道というロゴが入ってますけどね。でこれタイプね、結構いろんなところでまだあの保存運転で走ってるところがかなりあるんですけど、これなんかこれお客さん乗せたままこのターンテーブルに乗って乗ったままこれ回転させるんですかね。結構あの1時間に1本走ってるらしいんで、後で乗ってみようかなと思います。でちょっと外に戻ろうと思うんですけど、このエンジンルームの横のこの通路は狭くてですね、こうすれ違いができないような状態ということになっていますね。でこちらがさっきのグレード別3台並んで、なかなかこれ壮観ですよね。で外に出てみましたら、このさっきの SL ね、434型というこの SL が今、ターンテーブルに乗ってこの、コメントショーですね、それが始まるところですね。でこの機関車実はですね、あのいろんなところでこうイベントがあるたびに、こういう客車を引いて走っているんですが、本日も実は、ここであのこのターンテーブルに乗って回っているだけではなくて、このすぐ近くのね、プラハブルジョビッチェという駅からどこまで行くんだろうな、なんかプラハ市内のこう区間をこうぐるぐる回るような、ルートをですね、客車を引いて走って、そういう運転もしていました。で中型の機関車で多分ね、燃費もそんな悪くないと思うんですね。だからいろんなところでイベントでよく見かける機関車ですね。ということでね、この動画、このターンテーブル、そしてこの線形機関庫の中の様子をこうご覧に入れました。9月9日に行われた鉄道の日の動画ということですね。それではこの動画ここで終了ということにしようと思います。皆様本日は最後までご覧くださいましてありがとうございました。